滋賀県は今日新たに406人の感染が確認されたと発表しました。先週の同じ曜日より92人増えています。任期満了に伴う立党市長選挙は、今日う、投開票日を迎えました。今夜11時ごろには、体制が判明する見込みです。任期満了に伴う立党市長選挙には、届出順に 自民・公明が推薦する無所属新人の竹村康史さん56歳と、無所属新人の上石田雅子さん56歳の2人が立候補しています。立党市長選挙は、今日投票日を迎え、午前7時から市内26カ所で投票が受け付けられています。今回の選挙戦では、 今期限りでの引退を表明している野村正弘原市長の姿勢継続化・転換化また、整備が議論されている立党健康運動公園のあり方や学校給食費の無償化などを争点に繰り広げられましたなお、投票率は午後4時現在18.64%で前回2010年を 12.42ポイント下回っています。投票はこの後午後8時まで受け付けられ、午後9時から開票作業が始められる予定です。なお、美和子放送では今夜11時から立党市長選挙開票番組を放送し、状況をお伝えします。次です。今年度上半期の県内の企業倒産は、 件数負債総額ともに前の年度を上回ったことが分かりました民間の調査会社東京商工リサーチによりますと今年度の上半期4月から9月の滋賀県内の倒産件数は前の年度より15件増え37件となりましたまた負債総額はおよそ23億円増えた 二十七億八千八百万円でした。ただ、過去二十年間では。件数、負債総額ともに。去年に次ぐ。二番目の少なさとなっています。主な倒産では。彦根市の豆腐、油揚げ製造の。棚端食品が。負債総額。八億七千万円。草津市の結婚式場運営。テイクステップが。 5億円などとなっています。